うむ、この考えを披露すればエーデルガルトを出し抜けるかも。フェルディナント殿はまたそれですか。よお、ヒューベルトか。気配を消して話しかけないでくれたまえ。よからぬことを企んでいるから私に気づけないのではないですか。よからぬことなどとんでもない。私には重要なことだ。ほう、エーデルガルト様をやり込めるのが、それはまた随分とくだらない重大事ですな。いくらでも他にすることがあるというのに、貴族の中の貴族が聞いて呆れますよ。君のような貴族よりは健全さ。口を開けばいつもエーデルガルト様。君には主体性というものがないのか。ただ主に尻尾を振り、主に意を唱えず、主の後をついて回り、主に心を砕くばかり。私を非難する前に己の生き方をどうにかすべきではないかね。おお、ただの戯言も貴殿が口にするといつもの何倍も耳障りになりますな。何度も言いますが、我が主は公女殿下で、貴殿は宰相の子息に過ぎない。分かっていると。しかし上の者をいさめ道を正さんとするのは下の者の務めだ。私はいつだってその心構えでいるし、そのために彼女よりも優れた考え、優れた方法を探しているのだ。その行いをくだらないと断ずるとは、君の従者としての器も底が知れるな。貴殿の舌はまるで水車のようにペラペラと回りますな。そしてただ上から下へ流れていく上っ面の権化のような男ですよ。これ以上の話は無意味だ。私は引き上げさせてもらいましょう。こちらこそ、君と話すことは何もない。さっさと行ってくれ。この手紙を見せて脅すように。さ、頼みましたよ。はっ。ヒューベルト、今の手紙はまさか。おや、貴殿に見つかってしまいましたか。大したものではありませんよ。いや、だがあれはエーデルガルトか。ええ、エーデルガルト様が出すなと命じられた手紙です。やはり。なぜ主の命に従わないのだ。ヒューベルト、君は彼女の中心ではなかったのか。中心ですとも、主のことを真に思っての行動ですが、貴殿も似たようなことを言っていたではありませんか。上の者が間違えた道を正すのは下の者の役目だと。違いますか。だが黙って行うなどありえない。忠言諫言はあくまで面と向かって主に物申すから意味が。意味など変わりません。我が主は忠言を受け入れてくれます。であれば勝手に物事を進めた後で報告すればいいだけではありませんか。いいや、そんなことはない。私は彼女が間違っていると思った時も真摯に話し合い、結果として私の方が間違いだったと分からされることもある。そういった過程もなしに勝手に行動するなど。従者としての器の底が知れますかな。主の意のままに動けば生き方をどうにかしろという、主の意から外れて動けばそれも間違いだという。さすがは貴殿だ。言うことが違いますな。ええ、へりくつを並べ立てるのはもうたくさんだ。君の手腕や従者としての器量をようやく認めてやる気になっていたというのに。こうして我々が向かい合って静かに血を飲んでいるというのも
妙な気分ですな。私は紅茶だが、君は紅茶ではないだろう。その香り、テフではないのか。確かダグザの特産だったか。私はあまり好きではないのだ。よく知っておりますな。さすがは貴殿といったところでしょうか。貴殿はあらゆる面でエーデルガルト様に負けているように見受けられますが、その紳士さだけは貴殿の方が勝っているやもしれません。ん？どういう意味だ。ある意味愚直さとも言えますが、貴殿のその前向きなところは誰に負けることのない立派な長所でありましょう。何？貴族として常に貪欲に成長を望み、知識を入れ壁を乗り越えんと切磋する。普通なら回り道したり諦めたりする場面でも貴殿は止まらない。なかなか真似できることではありませんよ。ヒューベルト？どうしたというのだ。風邪か？いや、もしや危篤か。私は君の遺言など聞きたく。チッ、ただ褒めただけで気持ち悪いうろたえ方をしないでもらいたいですな。気持ち悪い。私は自分の判断に感情を挟まない。それだけのことですよ。たとえ貴殿を苦々しく思っていても、それと貴殿の評価とは別の話ですから。うん、全て理性的に判断するからこその絶対の忠義、絶対の自信というわけか。君への認識をまた改めねばならないようだ。分かってもらえましたかな。だがやはり貴殿に褒められると鳥肌が立つのは抑えられそうにない。せめて手紙にしたためてくれ。いいでしょう。奥が一にも次があれば、その時はそうしますよ。おや、フェルディナント殿。ん？この香りは。ほう、さすがに鼻が利くな、ヒューベルト。君の好むテフの豆だよ。なぜ貴殿がテフを？苦手だと前に言っていませんでしたかな。その通りだ。黒いし苦いし泥のように感じるし、飲むと妙に目が冴える気もする。散々な言いようですな。その貴殿がなぜテフを持って。それはな。ん？それより君が持っているものはまさか東方の着光茶か。目ざといですな。貴殿こそさすがですよ。これ見よがしに私の大好物を。貴殿は紅茶を飲まなかったはず。一体何のために持ち歩いているのだ。エーデルガルトのためか。さてどうでしょうかな。むしろ貴殿がテフを持っている理由を聞きたいですが。私は。おや、意中の女性への贈り物か何かで。そう、贈り物だ。君へのな。やはり贈り物でしたか。私への。私への？聞き間違いでなければ、貴殿は私にこのテフ豆を贈ると言いましたか。言った。貴族に二言などない。受け取ってくれ。断ります。そうか。貴殿からただ物を贈られるなど好みが総けたってしまいます。ですのでこの紅茶を貴殿に。私から貴殿への贈り物です。これを私に？良いのか。そのせいで誰か他の者が困るのなら。もともと貴殿のために用意したものです。何も問題ありませんとも。そうか、ならありがたく。聞き間違いでなければ、君は
私のためにこの着光茶を用意したと言ったか。ええ、言いましたよ。そうか。そういうことなら早速だが、二人で茶の時間と行こうではないか。構いませんよ、私は茶ではありませんが。もちろんだ、私が君のために手符を入れるとも。なあ、私は貴殿のために紅茶を入れることにしましょう。